秋山道場第1回大会、このサステハッピーバトル主催者のハッピーアマハピ太郎にチャレンジャーが3本勝負で挑むという企画です。第1回青色、挑戦者は青色ハッピーアマ、果たしてここは青色に勝っていくか、それとも青色が主催者を退けるか。5本勝負の3本選手、まず1回目、さあファーストステージです。さあここはハピヤマリードしているか、ハピヤマがまだリードしている状態か。さあしかし同じくらいか、横を見たら青色がすぐ隣におります。さあここは両者着地している。さあ最後の壁一騎打ちだが、ここハピヤマは登る、ハピヤマが登る、あーっと青色も登っていた、青色が先に押した。若干の差ではありましたが、青色がまずここは勝っていきました。主催者をいきなり下しました青色。これが2回の優勝を誇る、3回の優勝を誇る、そしてハッピーバトル3回の優勝を誇る経験者であります。ハッピーアマハピ太郎もそこまで悪いプレーではありませんでしたが、それ以上に青色が早かったという。ここまでは、ここ若干勝っているか。しかしながら若干の差。さあクーサイダー、ここは両者掴んで着地する音が聞こえました。まだ視界に青色は映っておりません。先行しているかと思いきや、ここまでも同じなんですが、ここのエイム力、そして直線を移動する力で最後追いやりました。これが青色。ハッピーアマハピ太郎わずかに敗れました。青色がいきなり1点先制。やりました。